はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日1月7日から覚醒閻魔のお宝が解放されたということで、早速閻魔のマガダム集めやっていきたいと思います。今僕はヌラリシンまで解放していて、優勝回数が31回ですね。まあもっともっと優勝回数いけたんですけど、一応ねヌラリシンまで解放の段階で31回で止めておきました。まあ、優勝回数上の方まで行っちゃうと、なかなか敵が強くなってきてクリアするのが難しくなってくる。そしてまあ妖怪のレベル上げとかね、なかなか難しくなってきちゃうので、まあ一応ね覚醒閻魔まではここら辺りで止めておこうと思いました。今日から覚醒閻魔が解放されたということで、少し様子見ながら優勝回数上げていきたいなと思います。まずは優勝回数40回あたりまではね、まあ上げたいなと思います。そうするとね、すべてのあの報酬が解放されるので、まあスキルの秘伝書までゲットしておきたいなと思います。そして僕が今メインで使っているメンバーはこんな感じですね。ちょっと詳しく紹介しておきましょう。まずはデビビラン、 S ランク、薄ら影族ですね。レベル50の技レベルは5です。攻撃力アップですね。そして魔天王、薄ら影族でレベル50の技レベル3、単体攻撃ですね。今回のイベントは敵は1体で出てくるので、基本は単体攻撃の妖怪入れておくといいと思います。そしてニアステト、こちらは先日解放しました。今レベル49で技レベルは2ですね。そしてヌラリシン、 SS ランク、勇ましい族でレベル42の技レベルは3です。そして最後お憎い勇ましい族の S ランク、レベル50で技レベルは3ですね。単体攻撃です。基本はね単体攻撃で揃えておくといいんじゃないかと思います。おっと、横取りチケットゲットだぜ。まあ報酬以外にも、あの優勝した時の報酬としてこの横取りチケットがゲットできることがあるので、まあ、結構な、ね、確率でゲットできますよね。なのでこれはね非常に今回のイベントの攻略では重要になってくるので、まあ、慎重にね横取りチケットは使った方がいいと思います。僕はまだ現段階では横取りチケットは使わずに、基本はね自力で閻魔のマガダマを集めていきたいと思います。そしてまあこれ以上集まんねえなってなったところで横取りに入りたいと思います。ちょっとねどれぐらいまで自力で集めれるか分かりませんけども、今までのこのニャステとそしてヌラリシンをやった感じでは、全てを自力で集めるのは非常に大変で、まあ効率が悪いなっていう感じはしたので、まあ残り4つ3つぐらいになったらもう横取りモードに入ろうかなと思っています。さあ青鬼倒したぜ。時々なんかアイテム落とすんだよね。お、来たぜ。これあれじゃないですか、閻魔のマガダマじゃないですかね。来ましたね、赤色。早速来たぜ。結構落ちるかもしれないよね。ちょっとねそこがね分かんないんだよねまだね。しかし普通に考えたらこの覚醒閻魔のイベント22日まであるので、そう簡単に運営としては渡さないよね。これゲットしちゃったらイベント終わりなので、おそらくここはかなり大変なんじゃないかと予想しています。さあそして相手が伏龍になりました。こちらの伏龍は非常にたくさんの経験値がゲットできるんだよね。まあ3000とかねそれぐらいなので、経験値をゲットしたい妖怪で挑戦するといいです。この伏龍自体もそんなに強くないしね。ということでちょっと先ほどとまたメンバーを変更しました。ちょっとね今回のイベントで特殊能力を持っている妖怪トラジローを入れました。僕の感じとしてはね
横取り、まあ、後半のねこのイベントのメインとなる横取りではイベントの特殊能力を持っている妖怪がね結構鍵となってくるんじゃないかと思います。この横取りがね結構くせ者で、あの横取りマッチングシステムがなんか同じぐらいの強さの人をこうマッチングさせるみたいでちょっとよくわからないんだけど、なのでまああまり強い妖怪で横取り挑戦しようとしても相手がいませんみたいな表示がされてしまう感じなんですよ。なので結局はね S ランクとかじゃなくて A ランクとか、まあちょっとランクを下げた妖怪で横取り挑戦することになるのですが、そうした時にやはりこの虎次郎みたいに特殊能力を持った妖怪が効いてくるという感じですね。結局お互い互角ぐらいの相手と戦うので、まあ、勝敗を決めるのは種族効果そしてこの特殊能力になってくるので、まあ、最後の勝負どころでね活躍してくれるんじゃないかとちょっと期待しています。ということでこれからちょっと40優勝回数40回ぐらいまで進めていくにあたってはこのメンバーで行こうかなと思ってます。ちょっと途中種族縛りのねステージとかはちょっとこのメンバーだけではいけませんけども、まあちょうどね僕のベストメンバーではないのでこのメンバーで勝てる優勝回数ぐらいまで上げていく分には何の問題もないかなという感じはしますね。そして今回横取りせっかくこうゲットしたねこのエンマのお宝も横取りで取られてしまう可能性があるのでちょっとね仕掛けも仕掛けていきたいなと思っています。この虎次郎プリチー族を中央に持っていけば、まあ、相手から見えるのは中央の妖怪だけなので、おプリチーメンバーかと思って仕掛けてこう不思議族とかで仕掛けてきたらその周りは薄ら影と勇ましだったみたいな、そんな感じでもう防衛もしていきたいなと思っています。お優勝回数が上がるとゲットするポイントも上がりますね。今142ポイントこのねヌラリシンをゲットしてからはあのポイントがね2倍になるので非常にポイント稼ぎやすいです。なのでポイント稼ぎをする場合はヌラリシンをゲットしてからそしてメンバーにヌラリシンを入れて挑戦するのがいいんじゃないでしょうか。ということは逆に考えるとヌラリシンは勇ましい族なので勇ましの、ね、種族効果を狙って勇まし5体で挑戦している人が結構多くなるのかなという予想もありますね。ということはそのあたり考えて横取りも狙っていくといいかもしれないよね。逆に言うとそれはなんかヌラリシン中央に入れてたらお勇ましっぱだっていうことでなんか横取りで狙われそうな感じもしますね。ちょっとその辺のね心理戦が今回のイベント非常に面白いというかねそんな感じはします。さあガシャドクロやっていきましょう。この心臓部分にピンを刺しておいて攻撃していけば結構ねダメージ与えられますね。さあデビビランで攻撃力アップしておいてのヌラリシン。このヌラリシンも HP が 60% 以上残っていると特ダメージということで、まあ、24% 増しでダメージ与えられますけどもなかなかね6割残してフィーバータイムって結構このクラスの優勝回数になってくると難しいよね。そして無理にその 60% 残してヌラリシンよりもデビビランで攻撃力を上げといてのヌラリシンの方がダメージが与えられるっていうねそこら辺がちょっと使いづらいよね。 Y マネーは 262Y マネーそこそこ稼げるよね。そしてポイントは144ポイントです。今回もね報酬がいいのでこのイベント期間では全て報酬ゲットしていきたいなと思っています。さあ優勝しました。横取りチケットはなしですね。毎回ゲットできるというわけではないみたいですね。
さあ武道会の報酬の方を見ていきましょう。今閻魔武道会の優勝回数33回ですね。もう32回で4000ワイマネー、これ美味しいね。そして33回で神系検知玉、さあこのあたりはもらっておきましょう。さああとはトンマンの S とかもありますね。さあ皆さんはポイントは何に交換しましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。36回に横取りチケットあるね、これは必須でしょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。